僕にはまだ世の中に出していないシナリオのアイデアのストックが100以上あります。どうも、 TRPG 歴10年 TRPG に関することなら大体やっている川健です。 TRPG のシナリオをいざ書こうと思ってもなかなかアイデアが思い浮かばないって状況に陥っていませんか？もしそうだとしても、やっぱり自分にはシナリオを書くなんて向いていないんだと思わないでください。大丈夫、誰だって最初はそうです。今回教えることの通りにしっかりと特訓していけば、個人差はあれどシナリオのネタが思いつき、なおかつそれをストックすることができるようになります。というわけで今回はその方法について解説していきたいと思います。ちなみにシナリオ制作ではなく、これからキーパーを始めたいという方はすでに過去に解説しているので、そちらの動画をご覧くださいね。川健チャンネルでは TRPG に関する動画の投稿や配信をメインに行っていく予定です。解説動画も基本の木から上級者向けテクニックのところまで幅広く触れていきますので、ぜひチャンネル登録と X のフォローお待ちしております。シナリオのアイデアを思いつけるようになって、ストックできるようになるためには、知識の収集ができる、思いついたアイデアをすぐにメモできる、アイデアの選定ができる、この3つのスキルが重要になると考えています。知識の収集ができるについてはそのままの意味ですね。自分に足りていないと思う知識は暇な時間があれば収集して頭に入れていきましょう。特に自分が将来書きたいと思っているシナリオに必要な知識はしっかりと調べていきましょう。知識の収集方法としては、本を読む、テレビを見る、ネットサーフィンをする、友人から教えてもらうと様々あると思います。自分に合ったものを選んでいきましょう。アイディアとは、そもそも土台である知識がなければ思いつくことのできないものです。だからこそこの行動はとても重要です。次に、思いついたアイディアをすぐにメモできるについて説明いたします。シナリオのアイディアを思いつくためには、日常生活を送る中で常にアンテナを張る必要があります。実は日常生活の至るところにシナリオのアイデアが眠っています。普段から触れているエンタメコンテンツや学んでいる知識、何気ない家族や友人との会話、何気ない風景、とにかく何もかもにアイデアが眠っています。意識的にアンテナを張り巡らせてみて、あ、これシナリオのネタになりそうと思ったら、おお、これシナリオフックじゃんと口にしながらメモを取るようにしましょう。シナリオフックじゃんとあえて口にすることは半分冗談ではありますが、半分本気で言っています。これは主観でかつ感覚的な話にはなるのですが、頭の中で考えるだけの時よりも声に出した方がしっかりと脳に刻まれて習慣化しやすくなると思っています。例えばオカルト関係の動画を見て、あ、この回はシナリオフックじゃん、メモをしようとか、例えば歴史の勉強をしている時に、あ、この偉人のエピソードってシナリオフックじゃん、メモをしようとか、例えばドラマを見て、あ、このストーリー展開はすごい感動するしシナリオフックじゃん、メモをしようとか、例えばアニメを見て、あ、このキャラクターはとても魅力的でシナリオフックじゃん、メモをしようとか、そんな感じです。シナリオフックじゃんと口にすることは半分冗談ですが、メモを取ることは冗談の余地は一切なく、とても本気で言っています。メモを取ることができれば、なんと後になってもいつでも見返すことができます。なので半年前に思いついたことで忘れてしまったとしても、記録として残っているので見返して思い出すことができるのです。せっかく思いついた素晴らしいアイデアはいつか形にすることができるように忘れずにいたいですよね。メモは意識せずとも自然にできるようになりましょう。ちなみにメモは何にしても良いのですが、僕はディスコードに自分一人しかいないサーバーを立てて、そこにアイディアメモのテキストチャンネルを作って雑にメモをするようにしています。なぜディスコードなのかというと、普段から TRPG の活動する上で使っているツールなので、すでに開き癖がついており、スマホだけでなくパソコンからでも開けるという点で自分に合っていると思ったからです。皆さんも自分に合った方法でメモを取っていきましょう。それができるようになったら、次にそのアイディアを選定できるようになっていきましょう。選定できるの定義についてまずは説明するのですが、僕の場合はこういう人たちにこのアイデアが盛り込まれたシナリオは楽しんでもらえそうだなということを明確にイメージできることを選定できるとしています。言い換えれば、選定できるとはセンスが良いということであり、その訓練はセンスを磨くということでもあります。それができるようになるのはきっと時間がかかると思います。自分がメモをしたアイディアを見て、それがどういった人たちに楽しんでもらえるアイディアなのか想像してみましょう。なんならそのメモ欄に追記してもいいと思います。最初は友人をターゲットとして、その友人に楽しんでもらえるアイディアは何かないかというのを考えてみることをお勧めします。身近な人であればその人のことをよく知っているので、自分自身も
想像しやすいですからね。あとは慣れてきたらもう少し範囲を広げてみて、このアイデアは誰に楽しんでもらえるかを考え、それが合っているかどうかをエンタメコンテンツにたくさん触れている友人か、すでにクリエイターとして活躍している友人に相談してみましょう。あるいは課金しないといけないですけど、チャット GPT のような AI にこのようなアイデアがあるのですが、どのようなユーザー層に楽しんでもらえそうかと相談してみるのも大いにありです。劇的な進化を遂げている AI ならば、きっと有益なコメントを残してくれるでしょう。地道に繰り返していくとアイデアを選定できるようになると思います。そう感じれるようになった時にはすでにあなた自身の力になっていることでしょう。アイデアの選定ができる、このスキルが習熟してくるとアイデアをメモする段階で、いやこのアイデアはあんまり楽しんでもらえる人がいないな、だからメモをするほどでもないかもしれないと、アイデアの選定ができるようになり、どんどんアイデアの精度と効率を上げることができます。そのレベルまでいけば完璧です。どのぐらいかかるかは個人差があるので何とも言えないですが、少しずつ経験を積み重ねていけば絶対に身につくと思うので、ぜひ実践してみてくださいね。今回はここまで。解説は以上となりますが、いかがでしたでしょうか。今回解説したことはあくまで僕自身が実践してきた特訓方法であり、正解は無限にあると思っているので、もし今回の方法以外にも自分はこんな感じのことをしているよとありましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。またすごく参考になったなと思ったら、ぜひ友人にこの動画をおすすめしてください。以上、最後までご視聴いただきありがとうございました。